派入決二27歳同い年とフェイオーイー舞台裏の仲良しぶりが話題、同期間ナイス、笑いすぎご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。フィギュアスケートのアイスショー、ファンタジーオンアイス、フェイオーイー、神戸公演が19日まで行われ、ナスケーターたちが集まったファンを沸かせた。 4月に競技からの引退を発表した27歳田中刑事も出演。同い年の羽生結弦だとの舞台裏の様子もファンに共有している。田中刑事がアイスショーの様子を共有。フィギュアスケートのアイスショー、ファンタジー・オン・アイス・フェヨーリー・神戸公演が19日まで行われ、ナスケーターたちが集まったファンを沸かせた。 4月に競技からの引退を発表した27歳田中刑事も出演。同い年の羽生結弦だとの舞台裏の様子もファンに共有している。田中、羽生や坂本香織、三原ブイなど日本のスケーターのほか、ステファン・ランビエール、ジョニー・ウィアーなど豪華メンバーが出演した神戸公演。田中は21日遅くなりましたが、神戸公演ありがとうございました。 とツイッターに感謝を記した。公演でコラボしたシンガーソングライターの宮川くん、こと宮川大成さんとの2ショットも公開し、宮川大成くんと素晴らしいコラボをすることができ光栄に思います、と感謝。さらに同じ1994年生まれの羽生が自撮りで撮った写真も公開している。演技直後と思われる二人はカメラに向かってピースサインで笑顔。 ただ、少しブレてしまっているようだ。田中は何枚か一緒に撮ったのですが、乗せれそうなのがこれぐらいでしたしょう、と説明。24日からの、公演静岡でもよろしくお願いいたしますと締めくくった。仲の良さを感じたファンからは、同期間、ナイスです。笑いすぎて手ブレなのかな どちらもいいお写真を、ありがとうございますのせれそうにない写真が気になって仕方がないですピンと合ってなくても二人とも素敵ですなどとコメントが書き込まれていた。ザ・アンサー編集部、羽生結源プロフィール宮城県出身。2014年ソチ五輪に出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。 2018年平小オリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。